見えました、見えました。あ、見えました。はい、大丈夫ですね。はい、OK です。お顔が切れてますけど、大丈夫でしょうか。 はい。では、改めまして、皆様、こんにちは。今回はご参加いただきまして、ありがとうございます。私、日本ペットマッサージ協会で、講師をしております、斉藤真由美と申します。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、短い時間ではあるんですが、ペットマッサージのことを少しでもね、たくさんお伝えしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。で、簡単に、私、初めましての方もいらっしゃいますよね。簡単に自己紹介させていただきます。ですね、私も一飼い主ではあります。で、もともとですね、自分の飼い犬が元気で長生きっていうことを考えたときに、私何してあげられるかな、何もしてあげられないんだ、なんていうことを考えたことがきっかけで、いろんなことを学び、その後ね、やっぱりその子との別れだったりとか、新しい子との出会いだったりとか、いろいろありまして、まあ学んだことをね、たくさんの方に伝えていきたいなということで、今現在、このように、講師活動、ペットマッサージですとか、手作りご飯、薬膳ご飯ですとか、あと、これ知ってますか？ちょっと見えにくいですかね。カッサっていうものがあるんですけど、カッサ養生のことですとか、あとはハーブボールってご存知ですか？ ハーブボールマッサージですとか、そういったことに関する、講座をさせていただいたりとか、専門学校で講師をしたりですとか、まあ、今ちょっと行けないんですけど、台湾の方とかをメインに、海外とかでも、講師をさせていただいている感じです。で、今日はね、このようなオンラインイベントということでのペットマッサージなので、このような形での、ペットマッサージをお伝えするというのは私も初めてなので、実は。頑張ります。よろしくお願いします。はい。で、一番早速なんですが、今日はね、たくさんお伝えしたいんですが、まあ、時間も限られているので、まずはですね、いつでもどこでも簡単にできて嬉しい効果がいっぱいあるよっていう、リンパマッサージをお伝えしたいと思います。で、今日皆さんワンちゃん同伴でね、ご参加いただいているので、後で実際に、マッサージもしていただきたいなと思っています。で、まず、じゃあ早速マッサージという感じではなくですね、まずは、リンパって何？リンパマッサージってどういうふうにするの？っていうところを初めに簡単にお話しさせていただきたいと思います。はい。皆さんですね、体の中、皆さんの体の中も、動物たちの体の中も、全身血管が張り巡らされていて、その中を血液流れてますよね。で、今じっとしている状態でどうですか？皆さんの体の中、ワンちゃんの体の中、血液流れてますか？流れてますよね。はい。血管と心臓が直接つながっているので、心臓がポンプの役目をして、血液は寝ていてもじっとしていても常に流れてますよね。それ OK ですね。では、血管はちょっと置いといて、血管とは別にリンパ管。リンパ管というものが全身張り巡らしています。その中をリンパ液が流れているんですが、リンパ液の方は皆さんの体の中、ワンちゃんの体の中どうですか？流れていますか？ね、流れているって思いたいんですが、今じっとしている状態だったとしたら、血液は流れているけれど、リンパ液の流れはドヨーンと滞っている状態です。はい。血管じゃない、ごめんなさい。リンパ管と、ポンプの役目をするような心臓のようなものというのは直接はつながっていないので、じっとしている、寝ている時間が長いっていうことになると、血液は流れていても、リンパ液はドヨーンと流れが滞っている状態を想像してください。そうするとどうなるかっていうと、リンパ液の中には、体の中に不要な老廃物とか、外からの細菌とかウイルスも含まれてるんですね。
で流れが滞るということは、そういったものが体の中に溜まってくるということになります。そうすると、免疫力の低下につながってきます。免疫力が低下すると、はい、病気にかかりやすい、あると治りにくいということになってきますので、これからお伝えするリンパマッサージを1日10分でいいです。1日10分のリンパマッサージをして、リンパの流れを促すことで、すっきりスムーズにデトックスすることが、免疫力アップにつながりますよということになります。はい。ね。なので、リンパマッサージ、やり方としてはね、難しくはないんですが、ただ気をつけていただきたいのは、何か、悪性疾患持ってます。病気、療養中ですとか、ね、気になることがあれば、きちんと獣医さんに確認してから行うというふうにしてください。ね、はい。あとは、食後30分ぐらいはね、あまりマッサージはしない方がいいかなと思うので、食後であれば、ちょっとそれは時間が経ってからということで行ってください。それと、あと指輪とかね、なんか時計とかつけながら、つけた状態でやると引っ張っちゃったりっていうことがあるので、そういったものは外して、行ってください。ね。ということで、やっていただければいいかなと思います。はい。もちろん、今日お伝えするマッサージは、ご自分のね、お家で健康管理のために、またはワンちゃんとの猫ちゃんとのコミュニケーションツールとしてね、活用していただければいいかなと思うんですが、マッサージをして病気を治すとか、そういうことは私たちはできませんので、ね、具合が悪いときはきちんと病院に行っていただくということも大事になってきます。ね、なので健康管理のために、これからお伝えするマッサージは活用してください。はい。では、ではじゃない。もうちょっとお話あります。ごめんなさい。ですね。血管って一本の管じゃないですか。血管っていう管ですよね。リンパ管は？リンパ管なんですけど、リンパ管のところどころ中継地点に、リンパ節と言われるものがあります。おたふく風邪の時にここが、耳の付け根というか、ここがね、腫れたりとか、熱持ったりとかする。これが、ケーブリンパ節と言われるものなんですが、そういったリンパ節というものがところどころにあります。体に細菌ウイルスが入ってくると、リンパ液の中に含まれる細菌ウイルスは、そのリンパ節のところでそのウイルスをやっつけるということをするので、痛かったり腫れたり熱が出たりということでお知らせしてくれるんですね。風邪のウイルスもそうですよね。風邪のウイルスも入るとここでお知らせしてくれます。でもここで、攻撃しきれなかった場合は体の奥へとウイルス細菌が入っていくので、風邪をひいた時に節々が痛いっていうじゃないですか。節々が痛いってこのリンパ節ですね。リンパ節でウイルスをやっつけることをしているので、節々が痛いっていうのはこのリンパ節だと思ってください。そのリンパ節が体の中に何個ぐらいあると思いますか？体内にリンパ節は何個ぐらいあるかっていうと、800個ぐらいあります。800個。800ぐらいあるんだけど、でもその中でも大事なリンパ節は4つだけです。今日4つだけこれ覚えてください。いいですか？1つ目はさっき言った、このお耳の付け根、ワンちゃんだろうですね。このお耳のこの付け根の部分になります。ここに、ケーブリンパ節というものが一つあります。いいですか？ここケーブリンパ節。後でまた説明しますね。そして、脇の下です。脇の下。ね、ここ。脇の下。私たちも一緒ですよ。脇の下。脇の下に液化リンパ節というものがあります。脇の下です。そして今度は後ろ足の付け根。ここの V の字のビキニラインのとこ、ここに、鼠径リンパ節というものがあります。ここですね。鼠径リンパ節というものがあります。ね、3つ目。そして最後、4つ目は、ちょっとね、後ろ足をキュッと曲げると、ここ曲がってるとこ、膝ってわかりますよね。膝の真裏です。こっちです。こっち。膝の真裏に、シッカリンパ節というものがあります。この4箇所。もう一回言いますね。お耳の付け根、ケーブリンパ節が1箇所目。2つ目が、脇の下。はい。液化リンパ節です。脇の下。
そして太ももの付け根、鼠径リンパ節で、もう一個が膝の真裏、歯科リンパ節となりますね。この4箇所のリンパ節、大事なリンパ節があるところですから、これをメインにマッサージしていきたいと思います。で、リンパ節はではないんですが、もう一つだけ覚えていただきたいのが、リンパ液がぐるーっと体の中一周してきて、最後いらないものが出ていく出口が、人だとですね、ここの左の鎖骨、左側の鎖骨の下のところ、この辺にあります。ですから、今日女性だけなので、私たちフェイスマッサージをね、こう小顔小顔って言ってフェイスマッサージをしても、ここのリンパの最終出口と言われている、ここの出口が閉まってたら、いらないものが出ていかないんですよ。なので、まずはここをマッサージして、出口を開けてからマッサージしてください。そうするとスッキリします。いらないものがどんどん出てってね、ということになります。で、この出口が、ワンちゃんの場合だと左側になります。左側、ここにね、肩甲骨があるんですが、左側の肩甲骨のこの前の部分、この辺触っていただくと、なんとなく骨感じないですか？ね、骨があるの、肩甲骨の骨が感じられると思うんですが、ここ、ね、ここが体内をリンパ液ぐるっと一周して、最後いらないものが出ていく出口がこの辺にあると思ってください。ね、出口っていうのは、心臓の近くで大静脈と結合している部分ということになります。ね、はい。ということで、ポイントはこの出口ということと、さっきお伝えした4箇所のリンパ節ということになります。はい。では、早速なんですが、これからリンパマッサージをしていきたいと思います。はい。まず一番最初にですね、今言った、ここのリンパの最終出口と言われるところを、まず最初にさすってあげます。ここさすってあげます。で、ワンちゃんね、後ろからこうやって抱えてる方は、両方さすってもらってもいいですよ。両方さすってもらってもいいですが、出口は左側、こっちですね。出口は左側になります。ここをね、まずは、5、6回さすってあげてください。ね。で、出口を開けてる状態です。今、出口を開けている状態です。はい。出口開きました。そしたら最初に、頸部リンパ節。ここでしたね。で、ここだけマッサージするというよりも、マズルの先の方から、お顔の先の方から、頸部リンパ節を通って胸の方にという流れで、マッサージしてもらえたらいいと思います。まあね、おとなしいワンちゃんだったら、お顔包み込むようにね、一緒にこういうふうにやってもらってもいいですよ。一緒に包み込むような感じで、両方一緒にやってもらってもいいです。片方ずつでもいいですね。片方ずつやってもらってもいいです。で、リンパマッサージは、力必要ないです。本当にもううちの子かわいいってさする、あの感じでもさすってもらったらいいと思います。か？今、頸部リンパ節、マッサージしてます。そしたら次に今度はですね、背中です。ここ背骨ありますね。真ん中背骨あります。背骨の両サイドを、ちょっとわかりやすくこういうふうにしますが、背骨の両サイドを軽くトン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 と振動を与えるような感じで叩いてもらいたいんですが、ちょっとね、手は丸くしてます。だから背骨は叩かないように、ね、背骨は叩かないように、背骨の両サイドをトン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 と、はい。で、これも、軽い振動でいいです。軽い振動を与えることで全身のリンパの流れを促しているというイメージでね、マッサージしてもらったらいいと思います。全身に振動を与えてリンパの流れを促してます。ね、これも、5、6回やってもらったらいいですかね。今ちょっと流れだけ説明しますね。次です。肩から。ここですね、肩甲骨あります。肩から前足の指先にかけて、のの字を書くように円マッサージしてください。はい、そうです。いいですか？肩から指先にかけて、
円マッサージしてください。今日は私ちょっとぬいぐるみ使わせていただいてるので長いですけど、うちの子ダックスなんでこれだけで終わっちゃいます。ダックスさんいますね、参加者ね。はいね、すぐ終わっちゃいますが、ゆっくりね、皆さん自分の呼吸止まってませんか？ここやるときね、意外とご自身の呼吸がって止まってる場合があるので、ゆったりした呼吸で行ってくださいね。私ちょっと見えるようにこっちしかやってないですけど、両方一緒にやってもらってもいいですし、片方ずつね、交互にやってもらってもいいです。はい、前足やりました。そしたら次は、脇の下、液化リンパ節になるんですが、前から手を入れて、ね、前から手を入れて軽くぎゅーっと脇の下握ってください。その時に胸のここじゃないですからね、ここじゃないです。しっかり脇の下に、ここの人差し指のお腹のところ、この脇のところが、脇の下に当たるように奥まで入れて軽くぎゅーっと握ってください。離します。はい、ぎゅーっと握ってください。離します。ちょっと脇の下をね、ぎゅーって圧迫して、離してっていうことで流れを流すということをイメージして、軽く握ってください。離します。息吐きながら握ってあげてください。吸いながら戻ります。息吐きながら、吸いながら戻りますという感じで、呼吸に合わせてね、やってもらえるといいかなと思います。で、今日小型犬さんがみんななので、後ろのね、後ろ足の付け根、鼠径リンパ節も今のやり方と同じ感じで後ろ足にしてください。今度は自分の胸とワンちゃんのお尻くっつけるような感じにすると、割と固定されてやりやすいですね。ここの鼠径リンパ節、はい、今やったのと同じような感じで、太ももの付け根も軽く握って、離してっていう感じで、はいはいはい。そんな感じでマッサージしてあげます。これ大丈夫ですね。はい、そして最後です。膝の真裏、しっかりリンパ節がありました。ちょっとね、後ろ足わかんなかったら、ちょっと曲げてもらうと、あ、ここが膝っていうのがわかります。で、膝の真裏がしっかりリンパ節なんですが、ここは直接ではなくて、膝を真ん中にして、上と下を握ってください。いいですか？これ、膝。膝を真ん中にして、上と下を握ってください。で、私今指2本で握ってますが、大きなワンちゃんだったらこういうふうに握ってもらっていいですし、ちっちゃいワンちゃんだったら指2本ぐらいでもいいかと思います。そして、自分の右手と左手を交互に握って、離してをしてください。そうです、そうです。上と下をね、交互に、マッサージすることで、上下の流れを良くするというイメージして、マッサージしてもらったらいいと思います。これ、片足ずつね、右足やったら左足、左足やったら右足ということでやってあげてください。どうですか？大丈夫ですか？で、反対の足もやってあげましょう。という感じです。これ一通りの流れです。これは難しいっていうところなかったと思うんですが、どうでしょうか？大丈夫ですか？皆さん、これならできるという感じでしょうか？はい。で、やり方はそんなにね、難しくないかなと思うんですけど、どうですか？普段、うちの子かわいいっていうことはされてると思うんですけど、本当にうちの子いい子っていうことしたことありますか？本当かわいいっていう感じでね、こうやったことありますかね？ね。あまりないかなと思うんですね。ただ、今日はリンパマッサージということで、大事なリンパ節どこにありましたか？脇の下、太ももの付け根っていうところにもありましたよね。なので、うちの子いい子っていうのはわかるんですが、大事なリンパ節があるところもこれからはさすってあげてください。で、リンパ節というのは、稀に大型犬で、小豆粒みたいな感じでね、わかる場合があるんですけど、ほとんどはリンパ節触ってわかるものではないです。ね。だけど、リンパマッサージをこうやって毎日やっているときに、あれ？なんかコロコロしたものを感じる
あれっていうことを感じたら、早めに病院で見ていただいてください。ちょっとね、運が悪いと悪性リンパ腫っていうこともあったりしますが、知らないとやっぱり脇の下とか太ももの付け根なんてそうそう触るところではないので、大型犬だとゴルフボールみたいにね、大きな腫瘍になってから気づくっていうことがあったりします。なのでね、普段から毎日10分のリンパマッサージをして、脇の下とか太ももの付け根なんていうところもね、ちょっと意識して触っていることで、病気の早期発見ということにもつながりますので、そういう意味でもね、触ってほしいかなと思います。あとはやっぱり実際にあったんですけど、マッサージの講座に来ていただいて、今みたいにリンパマッサージをしていたら、飼い主さんが、うちの子なんか太ももにプチってあるんですけど、これ何ですかっていうことがね、本当にありました。で、そのままの流れで、まあ、病院には行っていただいたんですが、まあ、良性ではあったんですけど、ちょっとね、腫瘍だったなんていうこともあったりしたんですね。なので、そういうことも含めて、全身を触って、るということはマッサージだけではなく、いろんな意味でね、気づきにもなりますし、それが万が一病気の早期発見ということにもつながってきますのでね、そういう意味でも、マッサージは毎日続けてほしいかなと思います。はい、ということで、もう一回、ちょっと今日はね、この四大リンパ節のマッサージをしっかり覚えていただきたいので、もう一回やってみましょう。はい、大事なのは、出口を最初に開けるです。いいですか？出口を最初に開けるということが大事になってきます、ね、左側です。両方一緒にマッサージしてもらってもいいですが、出口は左側にあります。出口を開けたら頸部リンパ節いきます。はい、お顔を包み込むようにお耳の下の頸部リンパ節を通って胸の方へということでね、マッサージしてください。はい、両方一緒でもいいです。片方ずつでもいいです、ね、ここをマッサージしてあげます。5回から6回ぐらいね、さすってもらったらいいかなと思います。はい、そしたら今度は背中です。背骨の両サイド、ね、背骨は叩かないように気をつけてくださいね。全身に振動を与えるというイメージで軽くトン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 ね。はい、どうですか？嫌がってませんね、ワンちゃんね。はい、嫌がったら無理にはやらないでくださいね。少しずつ少しずつ鳴らしながらやってほしいなと思ったんですが、今日のワンちゃんはみんなもううっとりしてますね。ワンちゃんのお顔をね、確認しながら行うことも大事ですよ。気持ちいい顔してますね、皆さんね。はい、そしたら今度前足です。肩から指先にかけてのの字を書くようにね、円マッサージしてください。はい。ゆっくり。で、自分の呼吸止まってないですか？ゆったりした呼吸で円マッサージしてください。おとなしかったら両方一緒にやってもらってもいいです。はい。もうなんか皆さんワンちゃん寝そうですね。いい感じですね。はーい。はい、そしたら今度は脇の下、液化リンパ節は前から手を入れて息吐きながら軽く握ります。吸いながら戻ります。息吐きながら吸いながら戻りますっていう感じで、ゆっくりね、脇の下マッサージしてください。しっかり脇の下感じてくださいね。そのまま今度は後ろ足の付け根です。鼠径リンパ節、ね、ここです。はい、鼠径リンパ節。ここも軽く今やったと同じようにね、握って、離して、握って、離してという感じで、はい、マッサージしてあげます。どうですか？皆さん、ワンちゃん、気持ちよさそうですね。いいお顔してます。はーい。そして最後です。しっかりリンパ節は、膝の真裏ですから、膝を真ん中にして、上と下を握ります、ね。交互に握って、離してを片足ずつやってください、ね。片足ずつやってください。と、はい、いう感じになります。大丈夫でしょうか？ね、
リンパマッサージは力必要ないです。全身をさするとか、軽くね、振動を与えることによって、リンパの流れを促してあげるということが大事です。うちの子もですね、ちょうど来月14歳になるんですが、やっぱり寝ている時間というのがね、すごく長くなってきました。で、やっぱり今日もそうですけど、お天気が悪かったりすると、やっぱりお散歩に行けなくて寝てばっかりいるっていうことなんですが、寝てばっかりいるワンちゃん、じゃあマッサージするから起きてっていうことはしなくていいです。ね、寝たきりのワンちゃんもいるかなと思います。起きてっていうことはしなくていいですから、寝ているところに行って、できる範囲で今やったマッサージ、脇の下に手を入れたりとかね、太ももの付け根もあったよね、大事なリンパ節っていうことで、コロンってして、反対側もっていう感じで、できる範囲でできることをしてあげたらいいかなと思います。ただ、リンパ液はじっとしていることで流れが滞る。滞るっていうことは老廃物が体に溜まって最終的には免疫力の低下というところにつながっていくので、院のうちの子寝てばっかりいるからそっとしといてっていうことではなくって、できる範囲でマッサージをね、毎日しながら体を触ってあげることで、リンパの流れを促し、いらないものをすっきりデトックスさせてあげる。それが免疫力のアップにつながりますよということで活用していただけたらなと思います。ですから、デトックスするってことはいらないものを出しますよね。なので、皆さん、今日のマッサージが終わったら、トイレさせてあげてくださいね。きちんと出すかな。流れが今促されてますので、出すかなと思います。っていうことと、出すためには、出すためのお水も必要ですから、お水を飲ませてあげるっていうこと、もちょっとしてあげてくださいね。お水を飲ませるとか、トイレさせるということをして、ゆったりしてもらえたらいいかなと思います。はい。ということで、今日ね、一番覚えていただきたいのは、リンパマッサージということでお伝えしたんですが、大丈夫でしょうか？ここまで大丈夫です。はい。そしたらですね、もう少しだけいきます。背骨ですね。ここ背骨ありますね。背骨に沿ってちょっとね、皮膚じゃない、毛を引っ張ったら痛いですけど、ちゃんと皮下脂肪をギューって握ってもらって、ギューってちょっとピックアップっていうマッサージなんですけど、ギューって上に上げるような感じでできますかね。もしね、やり慣れてないと嫌がるワンちゃんいるかもしれないので、嫌ったら、ちょっとこう、もみもみとする感じでもいいです。あ、すごい伸びますね、皆さんね。すごい伸びますね。はい、伸びる方、いいんですよ。すごくね。これ、ピックアップって言って、ギューっとこう、皮下脂肪を、引っ張るような感じのね、マッサージになるんですけど、背骨のここの両サイド、背骨の両サイドには、内臓に関係するツボがいっぱいあります。肺とか心臓とか胃とか、肝臓とか腎臓とかね、そういった内臓に関係するツボが背骨の両サイドにずらーっと並んでます。で、どこに何のツボがあってなんていうのは勉強するのは大変なので、とにかく内臓に関係するツボが背骨の両サイドに並んでるって思ってください。で、今皆さんがやってるこのピックアップと言われるマッサージ、またはこれがもし嫌がるようだったら、ここをトン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 と刺激を与えるとかね、もみもみとするとかね、そういう感じで背骨の両サイドに刺激を与えるということは、内臓機能の活性化、老化防止ということにつながってきます。で、それは内臓に関係するツボがいっぱいあって、そのツボをこう刺激しているからだよということですよね。なので、ちょっと今日は難しいことは抜きにして、内臓機能の活性化、老化防止って言ったら、この背骨に沿ってね、もみもみとしてあげるのもいいよということで覚えていただけたらなと思います。どうでしょうか？大丈夫でしょうか？他に何かうちの子ちょっとこんな感じなんですけど、知りたいツボがあったらお伝えしますけど、もし何か知りたい、あ、こんなツボってあるんですかっていうのがあったらお伝えしますけど、何かないですか？知りたいツボは。あ、いいですか？はい、どうぞ。ダックス14歳のナナです。はい。はい、こんにちは。前に鎌倉で一度お世話になりました、はい、そうですね、はい、やはりだんだん年とともに、はい、足が、はい、
まだ歩いたり軽く走ったりはできるんですけど、はいはい、座ったりすると後ろ足が伸びた感じになってしまって、やっぱり後ろ足がちょっとこれから先心配なんですけれども、はい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 、先ほどのリンパの流れのマッサージ以外にもありますか？はい、わかりました。ダックスさんですね。うちもダックスなんですが、ですね、前は、見えているので、前足ってこう階段とか段差とか行けるんですね。だけど、はい、体の記憶って後ろから薄れてくるんですって。なので、前足は階段登れても後ろ足踏み外すとかっていうことがあるんですね。体の記憶、ここに自分の足腰があるっていう記憶が薄れてくるらしいんですよ。なので、今やったみたいにリンパマッサージをしながら触ることが大事なんですね。まず一つね。触ること。触られることで自分の体がそこにあるということを意識するので、触ること、さするだけでもいいです。触ることはまず一つ大事。はい、そして、後ろ足のですね、ちょっとわかりやすいように、ここにこう大きな肉球があります。で、ちょん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 って指がついてますね。で、これが一番大きな肉球だと思ってください。後ろ足です。一番大きな肉球のこの付け根の部分、私の今親指があるところ、ここ。わかりますか？で、こっちにちょん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 って指がついてますよ。ちょん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 。一番大きな肉球のこの付け根の部分、ここに有線っていう元気が湧いてくるツボがあります。で、ここを指先に向かってさすってください。こっちが指だとする、こっちがね、指だとすると、指先に向かって押しながらぎゅーっと、わかりやすく今やってますよ、わざとね、ちょっと大げさに。ね、押しながらさするというマッサージをしてください。ここ有線っていうツボなんですが、後ろ足が麻痺してくると、この有線の感覚がなくなってきます。病院でヘルニアの疑いがあると、獣医さんは必ずやるんですけど、ここをペンチのようなものでギュッて挟むんですね。でも、麻痺してると痛み感じないんですよ。うん。うん、だけど、ここがまだ、神経通っていれば、後ろ足は大丈夫っていうことなので、ここをマッサージするということが大事です。一つね。はい。有線は毎日マッサージしてあげてください。はい。ちょっと、実はですね、うちの子も、もう14歳ですけど、6歳の時にヘルニアになって、2ヶ月ぐらい前足だけでの生活をしたことがあるんですが、その2ヶ月間の間、針治療、週に1回針治療してました。で、それでうまくうちは回復したんですが、今元気に歩ってますが、その1週間の針治療の間に私がうちでできることって言ったら、これです。ここの感覚が戻らないと歩けないっていうことだったので、毎日ここをもうひたすらマッサージしてました。はい。ここは特に大事。前足ではないです。後ろ足です。後ろ足にあるツボになります。ね、ここ。あとは、やはり、後ろ足がね、だんだん麻痺してくる、不自由になってくるっていうのは、腰触られるのを嫌がる場合があります。なので、腰のマッサージっていうことはあまりお勧めしませんが、レンジでチンしてホットタオル、ちょっと濡らしたタオル、ラップで巻いて、ホットタオルを作っていただいて、熱くない程度、程よい暖かさになったホットタオルを腰のところに当ててもらう、冷やさないようにするっていうことも一つ大事かなと思います。はい、特にね、今の梅雨時とか、この湿気でやられたりもするので、背中の、ちょうどね、この首の付け根から尻尾の付け根までのこの背中のちょうど真ん中から、若干腰寄りに大事なツボがあります。なので背中の真ん中から腰側の方にホットタオルを当てて温めていただくとか、今言った後ろ足のこの大きな肉球の付け根、有線マッサージしていただくっていうことは毎日やってもらいたいかなと思います。あとはもうさする、触ることで体を意識するということができるので、触ることは大事です。はい、大丈夫でしょうか？はい、ありがとうございます。はい。あとは何かありますか？ついでに、せっかくだから。大丈夫？すいません。はい。この子は、ちょうど1年前にうちに来て、パテラ。はい。パテラ。パテラ。はい。で、もう全然こう、伸びないんですね、後ろ。はい。
はいはい。今歩けますか？歩けるのは歩けるんですけど、歩けます、はい、ちょっとあのどういうんですか、トイレをしそうな格好で歩く、そうになります。はい、でそれで、ま、私先週ちょうどあのアカデミックコースを受けさせていただいて、はい、いろいろ勉強してきたんですけど、はいはいはい、この膝のところのこのしっかりんぱのところは、はいはい、こうやっぱりマッサージしても大丈夫ですかね。あ、はい、で今現在パテラというのは内包ですか外包ですか？私よく分かってないんですけど、その子は、はい、あ、歩けますよね今ね。歩けますし、はいはい、結構動けます。動けます。でも時々外れる。外れるっていうんですか、もう外れてしまってるのでずっとこう曲がった状態で歩いてます。あ、もう手術も無理だっていうふうに言われて。いくつですか？もうすぐは7歳。7歳ぐらい、はい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 。で手術は無理、はい、でも元気に歩いてる。ですね、あのパテラって言ったら膝のお皿が内側に外れる、はい、内包脱臼っていうタイプと、はい、あと膝のお皿が外側に外れる外包脱臼っていうのがあって、うん、大型犬に多いのが外包で、外包だとちょっと手術しないとダメなんですね。でも、ほとんど小型犬のパテラって言ったら内包に外れる内包脱臼っていうのが多くって、内包は外れるんだけど、またこう足をね、ピーンって、後ろ足をピーンって伸ばして自分で戻すことができるんですね。なので、外れてもまた戻せるっていうのは、手術は必ずしも必要ではないっていうふうに言われてます。で、今現在膝を触っても痛みとかそういったことがなければ、さっきのしっかりリンパ節のマッサージに関しては膝を直接触るわけではないので、その膝の上と下をこう軽く握る感じだったので、無理のない程度にやるのは全然 OK です。あ、そうです。これはね、はい、あとそのパテラは多分今普通に歩けてるので手術必要ないということであれば内包だと思うんですね。なので膝を内側にさすることはお勧めしません。あ、しない、はい、しない。内側に外れやすいから、うん、内側に外れやすくなってしまうので逆です。外側にさすってあげてください、うん、はい、外側に。でもやっぱり触ると嫌がるんです。あ、そうですね、はい、嫌がる場合は、無理にはやらなくていいです。で、例えばね、これ膝の内側じゃないですか。内側っていうか、こう分かります？はい。で、これ、後ろ側ですよね。膝の後ろですよね。はい、膝の前に4本指を当てて、膝の真裏、さっきしっかりんぱ節だよって言ったところありますよね。しっかりんぱ節から、太もものちょうどこの裏側。私、はい、今、親指動いてるの分かりますか？はい。膝のちょうどここ真裏、しっかりんぱ節があったところから、太ももの真裏、お尻ですね。お尻の部分。この部分を、さすってあげるのは嫌がりますか？いえ、特には。大丈夫です。そしたら、膝はね、しっかり押さえてください。何もなくて、こっちから刺激を与えるのは良くないので、膝はしっかり4本指で押さえてもらって、親指です。親指を太ももの裏側、膝の真裏、しっかりリンパ節から上に向かって、まあ、下がってきてもいいです。上下に、上下に、さするというマッサージしてください。はい。膝のこの外側ではなくて真裏ですね。真裏。真裏です。はい。肩に乗っちゃってますが、はい。膝の真裏ね。そうすると、膝の真裏は、しっかりんぱ節ではあるんですが、胃中っていうツボでもあるんですね。なので、そこのツボから、この太ももの真裏、陰門っていうツボだったりとか、いいツボが結構ここのラインにあるので、なので、まあ、ツボは今日はなしにして、この太ももの裏側のラインをさするっていうのは、お膝の悪いワンちゃんにはおすすめです。はい。はい、大丈夫でしょうか。で、内側に外れやすいので、内側ではなく外側にさすってあげる。外側にさすってあげる。これ嫌がるようであれば、膝を押さえて、太ももの裏側をさすってあげるという感じでやってもらえたらいいと思います。はい。大丈夫でしょうか。はい。あとは、嫌がる場合はもう無理には触らない方がいいです。はい。
それ以外にやっぱり今日やったリンパマッサージっていうところを嫌がらない程度にやっていただけるのがいいかなと思います。はい、でやっぱり不具合あるっていうことはそこの流れが、鈍くなってくるっていうことがありがちなので、必ずしもそこではないところでもいいですから、さすることで全身の流れを促してあげられればいいかなと思います。はい、はい、大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます、ね、はい、どうでしょう、もう一つさらっともう一つぐらいいけますけどどうですか、大丈夫ですか。はい、今いろいろお話ししちゃったからリンパマッサージ忘れたとかないですよね。大丈夫ですよね。最初にやったリンパマッサージもう一回いきますよ。大事なのはお耳の付け根、頸部リンパ節、はい、脇の下、液化リンパ節、太ももの付け根、鼠径リンパ節、膝の真裏、歯科リンパ節っていうことです。あとは出口をまずは開けてからマッサージしてねっていうことです。順番忘れちゃったらそれはそれで OK です。ただ、出口開けることだけは覚えておいてください。出口開けてから、全身をさすったりとか、トン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 と刺激を与える。それだけで十分です。だけど、リンパ節は見えないとこ、脇の下とか、太もも付け根にあるよ、ということでさすっていただけたら、健康管理にも役立ちますし、免疫力アップ、病気の早期発見ということでね、私たち飼い主としてしてあげられることの一つとしてね、覚えておいていただけたらなと思います。あとは、私、一応ね、ここの事務所に、事務所というんですか、ロハスフェスタさんの方に、インスタの方はアドレスをお教えしてますので、何か質問があったらそちらからメッセージいただいても構いませんし、ホームページ、Facebook 等にも、私探していただけたらいますので、お答えしますので、またどこかでね、お会いできたらなと思いますし、皆さんも、何かね、学ぶ機会があったら、どんどん、学んでいただけたらなと思います。ということで、今日ちょっとちょうどお時間になってしまったので、申し訳ないですけど、ここまでとさせていただきます。よろしいでしょうか？大丈夫でしょうか？ありがとうございました。はい。ありがとうございました。それでは今日はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。